今回の動画は玄関前の LED の交換です。これが古いやつ、結構早く切れたなと思ったけれども2年持ってました。 LED でしかも夜中、まあ、センサーが働いてついたり消えたりしているので、まあそんなもんかなと思います。まあ粗悪品ではありませんでした。でこれが新しい方で少し明るくしましたが、やっぱり2年ぐらいを持つということですね。保証期間は短いですけれどもね、もうちょっと。そして値段もね、そんな高くないです。45レアル、それで2年持つんだったらいいかなという感じです。治りました。1ヶ月ぐらいほっとったんだけど、また復活しました。ほんでね、今日その電気屋さんと話し合って、こっちの前にも電気がつくようにしようと、人が通ったあそこですね、あそこにもっと明るい電気を人が通ったらつくようにして、カメラも設置することにしました。このカメラも携帯に警告が来る、人が来たらこうそれを察知して、時には音を鳴らしたり、まあいろいろできるんですよね、今のやつ。録画を始めたり、まあ録画ずっとやってるんですけど、携帯の方で一度も見ることができるカメラを1個手に入れてるんで、やりたいと思います。まあこうやってちょっとずつね、まあ、注意してますよっていうアピールをすると、まあ泥棒の方も、あ、いつもここは注意してるなっていうことで、まあ避けて通るということになると思います。今車通ったけどつかんかったなちょっと僕が通ったらどうなのかなつかんの、あ、今ついてる。ちょっと気まぐれなんですよ、このセンサーがね、難しいんですよね、調整が、ね、まあまあでもついたり消えたりすることが重要なん でここにカメラ、これもインターネットカメラです。そうするとどこにいても人が入ったら分かるっていう、ここにもカメラがついてます。将来的には増やしていって、本堂でもね、泥棒が入ったことあるんでまあね、よう考えたら、この前も言いましたけど、岡田先生の時にもあって、ほらこれつけてたんですね。これは多分外出した時に泥棒が入ったら音が鳴るシステムを入れてたと思います。こっちの本堂のね、ここも今日直してもらった。これもね、接触が悪かったんですよ、ずっとついたりつかんかったりしてたんですね、この電気が全体の。それ直してもらいました。あとこの電気も切れてたんで、これでブッダ阿弥陀がもっと綺麗になるすごいでしょ、マリリアのこの輝きがブラジル一じゃないかと思う。このどえらいいっぱいつけてるんですよね、昔から。僕はつけたんじゃないですか、これ。でもね、私このオレンジ色にしました。この外側は白いままですけど、白色電球ですけど、内側のこの上のやつはオレンジ色にしました。こちらはね、仏様がどえらい輝いて見えるんですよ、特に iPhone 越し出すと。ここは白でいいかなと思ってます、蛍光灯。ここも蛍光灯切れたら LED にしようかなとも思ってます。切れた順番に LED に変えていくということを思ってます。ここの一番前、天井の一番前全部 LED にしてます。今のところ切れてません。 LED でもね、すぐ切れるやつあるんだよ。なんか寿命が長くてお得ですって書いてあるでしょ。だけども値段は高いわ、すぐ切れるわっていう粗悪品もあるので、まあまあ値段で選ばずにそこそこのものを買った方がいいと思います。何がそこそこなんかっていうのをが分かるまでちょっとブラジル来て時間かかります。その分からんでしょう、メーカーの信頼性が、
まあまあだから値段でワゴンに積んであるやつは信用できないと思った方がいいというのが僕の今までの経験です。最初ワゴンセールのやつ買ってたんですけど、すぐ切れるんですよ、数ヶ月で。やっぱりフィリップスは壊れないですね。倍ぐらいするけど値段、倍ちょっとするけど、でも壊れないし、本当信頼性があるんで。そしたら買いに行く手間とか、買いに行く手間とか、そういうのは全体的なことを考えたら安いと言えるんじゃないでしょうか。ということで今日はいろいろ木の明かりとか本堂の明かりの修復、そして来週にはここの前に、お寺の前に明かりとカメラを設置する、という話でした。それではチャオチャオ。チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。チャオチャオ。ナマンダ。